どうも皆さんこんにちは。新宿スカリジャム専攻と教室指導山高山です。本日は民謡歌手の橋本裕樹先生と津軽甚句楽通りに弾いてみたいと思います。 Hello everyone, I'm 高山大山。 Today I will play 津軽甚句 with the 民謡 singer 裕樹橋本。津軽甚句でしたけれども、この曲は津軽三味線の入門曲としてもですね、よく使われる曲ですよね。そしてですね、津軽民謡に珍しく津軽弁がよく、使われている曲ですよね。そうですね、とても難しいんですけれども、やはりこう日本にはそれぞれ方言とかね、訛りとかってあるんですけれども、その津軽弁がふんだんに、織り交ぜられております曲ですね。これ弘前地方に伝わる盆踊り歌なんです。歌としてもとても甚句という意味なんですが、まあ、俳句のように字数がある程度決まっているんですね。なのでこれも民謡としては、とても分かりやすい曲だと思います。これをですね、まあ、盆踊りをしながらこう一人一人交代で歌っていって、盛り上げるといった曲ですので、これも最初から割と声を張り上げてですね、最初のターカーとかの伸ばすところで節を回していったりするのがちょっと難しいところであります。そしてあとは青森県出身ではない方にとっては、最初はこの言葉の意味だとかいろいろ難しいところもあると思いますけれども、ぜひぜひね、チャレンジしていただければと思います。お囃子は、裏声でやったりするって結構珍しいですよね。そうですね、なのでこれはもう恥ずかしがらずに最大限の高音でほーいほいというね、声を張り上げて思い切り楽しんでお囃子の方もやってみてください。はい、三味線に関しても前鉢後ろ鉢を、入れて弾くことができます。このように前鉢後ろ鉢をして弾いてください。どうもありがとうございました。